正月帰った時の話なんだけど。結構前だね。半年前。結構前の話だね。うちの父ちゃんが、山田さんは、羽幌町の、どこに、何町に住んでるんだ。俺はね。ね、うん。で、山田さんにメールしたの。うん、で、そしたら、羽幌の〇〇町だよって来たの。で、羽幌町の下に、苫前町っていうのがあって、うん、苫前町にうちの親戚がすごくいっぱい住んでるの、うんうんうん、まあ、仮で佐藤さんとしましょう、うんうんうん、苫前町にいっぱい親戚がいるんだっていう話してメールしたら、じゃあうちも親戚いるよって、苫前に、苫前に、うん、山田さんがね、うん、で佐藤だよって言ったのね、うん、あれっつって、あれっつって、そうなるってことはさ、及川くんという山田が親戚かもしれない、この可能性が出てきたっていう話なんだけど、で、それで、キモッ、うん、それでね、うちの父ちゃんが盛り上がっちゃって、うん、あれっつって、佐藤の、じゃあ、まあ、一郎は知ってるかって、うん、で、それがメールするわけね。そしたら、いや、一郎は知らないけど、うん、二郎なら知ってる。うんうん、いや、二郎、そしたら父ちゃんは二郎は知らない。うん、二郎は知らないけど、じゃあ、三郎は知ってるかみたいなね。仮の名前ね、サブラ知ってるかって言ったら、いや知らないな、いや、あの山田さんから知らない、うんうん、じゃあ、海の家の近くに住んでるシロは知ってるかみたいなこと言ったら、うんうんうん、山田さんもう飽きちゃったんだろうね。そっからもう返事してた。ひどくない？俺はさ、父ちゃんとこうやってるから、うん、あ、知らないって言うと、こうやってるのに、山田さんから返事も持ってこないから。既読のまま。もうね、既読スルーだ。父ちゃんと二人で、カチッと固まっちゃって話終わっちゃった。山田さん。正月ね。正月の話ね。あれだ、もう。でもさ、だってさ、あ、そうだね。でも、考えてみよう。正月、誰々って知ってるってメール来るわけ、うん、ポーンって、うん、この人から、うん、でまあなんか知ってたから、うん、知っててか知らないけど、うん、あのちょっと近前のどの子のだよ、うん、でなんかテンションがちょっと上がってきてるのが分かって、うん、メール越しにね、あの細長い、そうそう、細長いあれで分かんだけど、なんせ知らないんだよね。その人知らない、知らない、来る、知らない、知らない人ばっかり。何なのか教えてほしい。何に盛り上がってるのか知れたらっていうか、多分、いや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 、盛り上がってることは分かるんだけど、親戚の可能性が、多分ね、世代が合わないんだろうな、多分世代が合わないっていうか、そうだね、俺の知ってる世代と、うん、多分お父さんが知ってる、うん、あれが違うんだろうね。うん、俺もそのいとこのそれしか知らないから、もうそこに当たんないと当たんないわけ、うん、他のその佐藤さんを知らないから、一郎だろうが三郎だろうが、俺は二郎しか知らないって言ってシーンってなっちゃった。悲しい、すごいね、帰ってこないわ、帰ってこないわ。あ、そう、切な、なんだ悪かったかい。悪かったわ、これ悪かったやつだ。ちょっともしかしたら親戚かもしれない、ね、遠い親戚の可能性は結構出てきた、すごい。結局何なんだっけ、結局どうだったんだっけ、いや分かんない、山田さんが切ったんだって、そうか、断ち切っちゃった、そっか、言ってねえや、親にも。聞こうかなと思ってたんだけど、忘れてた、そういえば。いいんだよ。親戚だったらいいね。まあ、いいんだか悪いんだか分かんないけど、でも面白いなと思って。そう考えたら狭いね。そうだね。そうだね。同窓会の話。じゃあ、いいでしょ、ちょうど俺。そう。羽幌の話になったから。そう、羽幌の同窓会。20年ぶりの同窓会に行って、うんうん、山田振動だったから、俺はもう振動だったし、めちゃくちゃ頭良かったからね、うん、そうだよね、もっと振動だもんな、うん、なんだっけなの話、イントネーション、羽幌だったら夜どこ遊びに行くのさ、あそこがね、なーもない、そうだそうだ、ミクさんに言った、まあ、話もさ、あんまないじゃん、うん、20年ぶりだし、だから何やってるのぐらいしか、でもみんなは割とまだ地元に残ってる人が多かったの、そうそうそう、うん、で地元にまだいるんだって、うん、まあ行くのもちょっと変だけど、うんうんうん、まだいるんだねっつって、うん、あーどうも、地元でどこで遊ぶのっつったら、うん、なんもない、なんもない、あの田舎のノリで、でもなんもあるわけないっしょみたいな、あるわけないっしょみたいな、なんも遊ぶとこねって、はい、はい、じゃあ6月は仙台に行きます、うん、ほんで
今は新しいアルバムの準備をしています。とっても良いのができてますので。評判もいいんじゃない、うん、もうライブでやり始めてるね、うん、なんかまだ1回目だよ今日っていう感じだけど、みんな歌ったりしてるからすごいなと思ってすごいなバカみたいなすごいなと思っています、うん、はい。なので引き続きライブ遊びに来てください。7月13日ナイスな日ということで、アルカラとツーマンしますんで、ぜひぜひお待ちしてます。では